きました。外に出て、また乗り換えのための、シリアと乗り換えのための、チェックインをしようと思います。ローマの空港で乗り換えで、ちょっとチケット発券に手こずって間に合うかどうかがかなりハラハラしておりますが、無事に片目空港着きますように。着きました。こんな感じのところにこれから滞在します。ちょっとすごい素敵すぎる、わーなんかジャムとかも売ってる、美味しそう。いやーかわいい、もうラッピング最高。いやー素敵なホテルです。E la ciotolata sono dell'Ottocento, anche la casa del forno. それで奥にあるこの、まあ、見えないところですけども、全部古いんですけど、もともと農家として使われてたところで、農家のなんかその、ものが置いてあったりとか、あの、時間かかるで。Questo diventa giallo? Quando il limone è stato fatto, poi non sarà.めっちゃワイルド。si fa una pasta buonissima。パスタとこの葉っぱの部分を一緒に使って食べるとすっごい美味しいパスタで。anche nel brodo per esempio。私はもうこのままかじってた。すごい。そのままかじる。シリア島来てますよ。こんな感じで施設がめちゃくちゃ広い。そしてオリーブの木がいっぱいある。もうすぐ夕日でーす。贅沢でーす。ヤングキャロットですね。ジュリエンブ。どうなんだろう。なんか日本語が美味しい。おはようございます。これからヨガを、しますので、プールの脇で今用意しております。そうですか。これから朝ヨガ始めます。
オリーブオイルの工場に来ました。今回ちょっと絞るのも見せていただきます。今見ていただいているのはオレンジの木になります。似てるのでちょっと l'albero cresce in interno.あ、なんかそうどうやってつなげてるかも説明してくれてるんですけど、なんかちょうどいい場所で切ってレモンを刺さないとちゃんとレモンが育たないそうです。なんかオレンジが生えてきちゃったりもするので、これは上手にこうオレンジの木かレモンの木になった分だけど、こうやってたまにこういう残りのオレンジの部分が生えてくるってこともある。そしたら抹茶のになって、こっちの幹がレモンになるってことあるんだけど、まあできるだけそれはやらないで、大体同じ果物がなるようには技術としてね使うそうです。オレンジは年に1回実がなるそうです。でこちらの今シラクザのレモンというのは年に3回実がなるそうです。種類も全然違うそうで、今見ていただいている実は第一の実っていうか1つ目、最初の収穫の実になります。あ、そうですね、5月に2回目の収穫が始まりまして、まあ、5月のレモンっていう名前がついてるぐらいなんですけど、あーもうそう Thank you Thank you All yes 私たちはそのプロダクションはこの緑の状態で使います。グリーンオリーブとピリッとする、エラマロコ、あとはちょっと口の中に苦味が残る、この3つがその客観的にいいオイルの基準として設けられているものです。苦い方がいい、ピリッとした方がいい。そこから出荷までなんかこう期間を置かないと出荷できないっていうなんかこうルールがあるそうなんですね。その何かケミカルなものを入れると、だけどビオで作るとそれが入らないので、作ってもその置く期間はないから、すぐ美味しいオイルがもうすぐ食べられる、使える。なのでもうぜひ本当にオリーブオイルに関してはもうぜひともビオぜひとも選んでほしい。どうですか、匂い。匂い。刺されてるところ。種の部分を取り除いていきます。Quindi poi attraverso sì, esatto, questo passaggio, questo tubo principale arriva all'interno di questi contenitori enormi che possono raccogliere sette l'olio e l'acciolino tutto insieme. L'olio è l'olio unito, olio to e pane. Wow. E poi sembra c'è pulitissimo perché lo pulliamo sempre, altrimenti l'acqua del quando lo mettiamo col pane non lo sentiamo, quando lo abbiniamo col cibo non lo sentiamo, quindi li questo qua è del Francesco. なんかすごいこう城壁とかなんか何の遺跡、想像でも楽しいけど後で調べる。コースター発見、かわいい。はい、彼は。
なんだけど、どうも後ろに来ました。玉木さん映ってます時間を私も過ごさせてもらって、本当に一人一人とじっくりお話しすることもできたし、なんか本当にすごく素敵なメンバーがこのシチリアという、ね、場所に集まってこう同じ時間を共有できたなと思っています。皆さんも何かインスピレーションをね、お家に持って帰っていただけたらなと思います。ということで皆さん、乾杯、乾杯、サルーテI'm not sure. I'm 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 not sure.